どうもトリプルナインです。本日紹介するのはこちらになっております。 GO プリンセスプリキュアキルキルファッションでございます。こちらは前回紹介した GO プリンセスプリキュア聖火の塗り絵のまた違った塗り絵のイラスト絵になっております。聖火の塗り絵と違うところは切り取り線があって、それを切ってペラペラするといろんなポーズを見ることができるという仕様になっているそうです。あとはいつもの聖火の塗り絵と何らと変わらない感じになってますね。聖火の塗り絵の方では聖火の塗り絵しか見れなかったイラスト絵がありましたよね。実はこのキルキルファッションにもキルキルファッションにしか見れないイラスト絵が存在します。では中身のイラストをどんどん見ていきましょう。以上で GO プリンセスプリキュアキルキルファッションの方をご紹介いたしました。やはり聖火の塗り絵とは違うイラスト絵がたくさん入ってましたね。こちらの方も毎年買っていきたいと思います。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。トリプルナインのチャンネル登録はPC の方はこちらをクリックして登録、スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録してくれ。高評価やコメントも待っているぞ。これからもトリプルナインの動画をよろしく。